皆さんこんにちは。お疲れ様です。今画面にバイクのオドメーター172キロって表示が見えると思うんですけど、まだね、これしか走ってないんですよ。いやー、これね、この前ディーラーでね、びっくりされましたね。新車で買ってまだこれしか乗ってないんですかって、ものすごくびっくりされた。まあこれはね、まあ、バイク嫌いではないんですよ。嫌いじゃないんですけど、一度ね、まあ、バイク事故を目の前で見てしまって、やっぱね、バイクに対する気持ちがね、下がってるっていうか、そのリスクに対して、まあ、そこはね、まあ、ものすごくバイクに対するまあ、リスク評価が高いんだよね、自分の中で。危ないよねって。バイクってもし、事故ったら、こけたら、大変なことになるよねっていうのを目の前で見てるんで、まあ、それがね、ずっと引っかかってるんだよね。まあ、楽しいけど、バイクはバイクでね、スピード感あるし、まあ、音を楽しむこともできるし、バイクは楽しいんだけど、でも車の方が安全だよねと。で、自転車の方が楽しいでしょと。バイクも楽しいけど、自転車の方が楽しい。まあ、やっぱりそこは、まあ、自転車の方が自分でペダルを漕ぐ。まあ、そこはそのダイエットにつながるとか、まあ、そういったこともあるし、あとは、その自転車ってサイクリングロードを走ってる時って、他から干渉されないんだよね。没頭することができる。で、バイクって、とにかく神経使う。まあ、他の車とか、他のバイクの動きというのを常に、まあ、見ておかないと、特に車なんて本当非接触事故とか怖いんで、相当ね、まあ、気使ってますよ。すり抜け絶対しないし、まあ、雨の日は絶対乗らない。雨の日のブレーキって、車とは全然もう比べ物にならないぐらい、バイクって神経使うからね。だから雨の日は絶対乗らないし、とにかく、なんだろうな、バイク、これ何のために新車で買ったのか全くよくわかんなくなってきた。お金がかかるだけ。まあ、駐輪場に保管することできないから、ガレージ保管で。まあ、ガソリンも廃屋だし、まあ、オイル交換もね、まあ、めちゃくちゃ高かったんで、172キロしか乗ってないのに、ものすごい金額だったからね。まあ、外国製のバイクだからしょうがないんだけど、じゃあ何のためにバイク買ったのって。まあ、自転車の方が楽しいとか、車の方が安全とか、じゃあバイクなんて買わなければよかったじゃんと。まあそうなんですよ。車の方が安全でしょと。で、今は自転車の方がサイクリングロードで楽しいんでしょと。じゃあバイク買わなければよかったじゃんと。172キロしか走ってなくて。まあ何のためにバイク買ったの？いやもうこれはね、もうパルルをね、まあ一度後ろに乗せたいと。もうこれだけですよ。これだけのモチベーションでどんだけ時間とお金かけてんのと。もうこれはね、ちょっと自分でもね、まあ、考えないと、まあ、どうしようかな。まあ、ツーリングには行きます。まあ、自転車動画とバイク動画ね、まあ、どっちに力を入れようかって悩んではいたんだけど、まあ、自転車動画からバイク動画にシフト変更しようかなって思ったりもしたけど、だんだんとね、なんか寒くなってきたし、バイクはね、まあ、自転車も寒いけど、バイクはそれ以上寒いし、あとはやっぱりな、まあ、目の前で事故を見てしまったって、そこから気持ちが下がっていくし、まあ、バイク動画もどん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 出していこうかなって思ったんですけど、ツーリング行こうかなって思ったんですけど、ちょっと気持ちがね、下がってしまって、まあ、どうかな。ああ、でももったいないな。まあ、まあ、でも本当ね、バイクよりもね、自転車の方が楽しいんですよ。これはね、あ、バイクが好きだっていう人はごめんなさいね。あの、バイクはバイクで楽しいですよ。スピード感あるし、音をね、楽しむことできるし。でもね、やっぱ自転車の方がね、まあ楽しい。まあこれはね、まあ自分でペダルを漕いで、ね、その体力的に、そのまあ、そのダイエット的にプラスになると。まああとは、サイクリングロードをね、没頭して走ることができる。他から干渉されない。これがね、やっぱ自転車の楽しみなんですよね。まあ、そう考えると、バイクはね、ちょっとリスクが高いし、まあ走ってる時にそのちょっと神経使うし、ああ、でもいいや、もったいない。まあ、ツーリングには行くか。このままね、このままずっとガレージにほったらかしにしててもね、しょうがないんで。まあ、ツーリングには行って、まあ、つくばかどっか行ってきますね。まあ、そこで動画を撮ってきましょう。はい、ということで、まあ、ちょっとね、そのやっぱバイクって危ないよねって、まあ、事故を目の前で見ちゃうと、余計にね、まあ、バイクに対する、まあ、リスク認識がね、どんどん高まってしまって、バイクに乗ろうっていう気持ちが下がってしまって、まあ、いろいろと悩んでますけど、まあ、もったいないんで、まあ、バイクはバイクで、まあ、動画、出していこうかと思ってますんで。はい、ということで、まあ、今度ツーリング行ったら、その動画出していきます。結局何が言いたいかよくわかんない、音声動画になってしまいましたね。
まあ、バイク乗ってる方ね、気をつけてくださいね。あんま無理なすり抜けとか、あとはそのね、信号が青になった瞬間に、ブワーってね、あんなにアクセル煽ってスピード出して、発進するとか、あとすり抜けね、危ないですよ。まあ、ほんと無茶しない方がいいですよ。ほんとバイクは。ほんとこけた時のダメージはものすごいですからね。実際に目の前でバイクの事故を私は見てますんで、まあ、ほんとね、そのリスクに対する認識ね、かなり敏感になってますんで、ほんとバイク乗ってる皆さん、気をつけてください。はい、じゃあまあ今度ツーリングに行ったらね、バイクの動画も出しますんでよろしくお願いします。はい、ということです。今回は以上です。ありがとうございます。